はい、中身、ショート髪から降りてまーす。ショート髪から降りてまーす。いや、まだ帰りに一山登らなきゃいけないしね。なかなかだよこれ。なかなか体力使いますぞこれ。思ってたより相当厳しいねこれ。まあね、平地をずっと歩くんでしたらね、5、6時間でも歩こうかって言うんだけど、こんなところは本当大変や。なかなかね、体のパワーがついていきませんね。さあ、渚公園にもう一回、ここの道は行ったことがないんで、降りてみまーす。渚公園に行ってみまーす。この道で。どういう道なのか、ちょっと。今日はね、完全制服ということでね、来てるんでね、すべての道を網羅しようかなって、そういう形なんでね。これは行ったことないんだが、ここは。そこで行ってみようかという話です。よいしょ。もうそこ見えてるからね。何のことはない。まあ、とりあえず足腰鍛えましょう。いや、これはあれだ。ゴミの処理する。ゴミを、違う、キャンプ施設だね。キャンプ施設の横なんだ。ね、キャンプ施設の横ですね。はい、わかりました。はい、クリアしました。さあ、あとちょっと住宅地を少し歩いて引き返します。まだここを通らないといけないからね。まだ上がらないといけない。ちょっと。なんか綺麗になってますね。うわ、下向いて咲くんだよ。
上見てちょっと白いこれ綺麗だね。いや先日というか前回来た時にはね、心当たりでサザンカの綺麗な写真が撮れたんだけどね、今日はちょっとあれだね、ちょっと遅いかね。おはようございます。ご苦労さんです。先ほどここ降りてきたんでね。ここ降りてきて行き止まりだった。でこの看板が見えてたと。ここですね。ここだ。まあね。ほんまはここが降りれるようになってるんだけど、もう伸びちゃってこれ無理だわっていうところね。いや市街地入りました。市街地です。面白いね、感じになってるね。いやあったかい、あったかいねこれ。管理車道渚公園330、ここだね。はい、滑れへんね。いや嘘、ここにね立派なすごい家があったんだけどね、取り壊されてるね。ここの家すごかったんですけどね、なくなってるよ。まあそれで心当たりこんなアパートだか、アパートじゃないな、これ新しい建物なかったよね前。これもう売り物件になってるしね、ここなんだかしばらく来ないともう変わっちゃうんだよね。仕事もどんどん変わってきます。いやでもあそこの城みたいなでかい家がなくなったんでね、なんかアイテムが一つそれを取りに来たんですけどなくなったっつう。
それを当てにしてわざわざここまで来たんですけど取り壊されてるってしょうがない。せっかく文化的な面白い家だったんですけどね。残念です。ここから先ね、ずっとね道つけていただければねいいんだけど、そこまでしないんだよ。どうしようかね。こっち帰るか、中通って帰るかね、街角を通って帰るかね。バラだね、バラですよ、バラ、一輪のバラ。いい感じやね、いい感じやね、すく。あ、難しいわ、これ。難しい。さあどう帰る。ゴミがちゃんと玄関まで取りに来てくれるって言うけど、ね、いい感じで咲いてるね。よく咲いてる。安来市はいいね。こうやってゴミ集積所まで持っていかんでも各玄関にポイント出しておけばゴミがね、ここ回って回収してくれるんだ。はい、公園です。はい、行きます。入ります。十神山にまた登ります。てっぺんなんです。あれが都会のてっぺんに登ってきた。